はい、今回の動画はマイクロソフトオフィスをダークモードにする方法をご紹介します。で、現在は Windows 10もそうなんですけども、ダークモードといって背景が白ではなくて黒い背景にすることによってより目に優しいということで、オフィスの2019以降ですね、もしくはですね、マイクロソフト365であればですね、この背景を白から黒い背景に変えることができるようになりました。それでは早速その設定方法なんですけども、今回ね、これワードでやってますけども、ワードのこのホームの画面のところに来てもらって、この下のですね、アカウントっていうところですね、こちらをクリックしてください。はい、次にこのアカウントの中にこのオフィステーマというところがあって、これがね、標準の状態だとカラフルになっていると思うんですけども、こちらをクリックをします。はい、そうするとこの中に黒というのがありますので、こちらを選択をしてください。はい、そうするとこういった形で背景の方が黒くなりますので、最近ですね、Windows 10とかね、他のアプリでもこういったダークモードっていうのが用意されてますけども、こちらの方がですね、目が慣れてるという方はですね、この Office の方もダークモードに切り替えてもらえるといいと思います。で、今回はこちらワードでやりましたけども、ワードでも Excel でも PowerPoint でも、どれか一つのアプリでですね、こちらのダークモードを設定すればですね、他のアプリも同じくダークモードに自動で設定されるようになっています。はい、といったことで今回の動画ではマイクロソフトオフィスでダークモードに設定する方法をご紹介しましたけども、最近はね、他のアプリなんかでもこういうダークモードにできるものが増えてますんで、こちらの方が慣れてるという方はですね、オフィスの方もダークモードに切り替えてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。